ルを爪をきれいにしてもらいました。こんな感じなんですけどね、どうでしょうか。はい、というわけで今日はちょっと私のカバンの中身をご紹介したいと思います。カバンはメゾンドフルールさんのものを使っています。これね、楽天で買って、4000円台ぐらいで買えたと思うんですけど、メゾンドフルールさんは手頃ですごく可愛いですよね。はい、ちなみに今日着てる服はですね、アリス&ザ・パイレーツのものです。ですね。はい、じゃあカバンの中身をご紹介していきたいと思います。まずはね、携帯です。携帯ケース、これも楽天で買いました。私チョコレート柄の、以前使ってたのもチョコレート柄だったんですけど、チョコレート柄 の、 こういう小物が好きで、それでこれを買いました。1000円ぐらいですね、楽天で買いました。で次はちょっとシワになってますけど、ハンカチなんですけど、これね、このレースの部分ね、手作りなんですよ。手作りのものを売ってるお店で買ったんですけど、この刺繍のレースの部分、刺繍とかレースの部分が全部手で編んであるっていう素敵なハンカチです。これ障害者施設でのものを扱ってるお店で売ってるんですけど、確か500円ぐらいです。すごい安いです、こんなに手間がかかってるのに。素晴らしいですね。で、ポケットティッシュ、これ選挙に行きましょうって言って、選挙に行きましょうって言ってもらいました。選挙行きましたよ、私ちゃんと投票しました。そうそう、広島ではね、明日参議院選挙あって、例のなんだなんとか案里っていう人が失職しましたよね。河合案里か失職しましたよね。その選挙が広島でありまして、はい、選挙に行ってくださいってポケットティッシュもらいました。で、あとはメモ帳とペン。ペンはね、これどこで買ったかを、ツタヤで買ったような記憶があるんですけどね、ツタヤで買ったんじゃないかなと思うんですけど、可愛いペンです。で、このメモ帳は100均セリアだったと思いますけど、セリアで買いました。まあいざというとね、サラサラと書きたいんで用意しました。で、忘れてはならないのがこれ、消毒のジェルですね。電車とか行ったらちょっと手すりとか捕まったりとかすることもあるんで、もううちの母に厳しく、必ず手は消毒するようにって言われて、私は持ち歩いてます。でこれは何でしょう。これはですね、フランフランで買ったカトラリーです。パッケージなしのためレジにて 5% オフ。これで900円なんですけど、 5% オフだから845円、855円かで買いました。これね、ちょうどカトラリーが欲しいなと思ってて、私一人暮らしなんですよ。で、カトラリーはいいなと思って、すごく安く買えたので嬉しいですね。これ、うわ、いいな。これ、
可愛くないですか？ね、ナイフに、フォークに、スプーンに、で、ちゃんと小さめのスプーンも2つ入ってて、すごくおしゃれ、なんか洗練されててね、いいですよね。買いました。845円です。で、最後がお財布です。お財布はこれはアクシーズファムさんで買いました。安かったですよ。4000円ぐらいかな。で買いました。そう、所持金はね、1、2、1、2、3、4、4万2000円あります。私ね、あんまり衝動買いをしないんですね。なんかもう物を買う基準としても一生付き合えるかっていうことを考えながら買うんですよ。そう考えるとね、置き場所とかもないのにポン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 買う気にはなれなくて、で、そうですね、本当に気に入ったものを長く使うっていう、そういう感じですね。でも新しい財布が欲しいなとは思うんですけどね。まあそこはね、まだ使えるし、ぐっと我慢して買ってますということですね。はい、じゃあここまで、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。コメントもいただけたら嬉しいです。あんまりひどいコメントはちょっとメンタル弱いんでね、参っちゃうんで。はい、ではどうもありがとうございました。またお待ちしています。さよなら。